さあちょっとね若槻さん、やといえばね、もともとはあのはっきりした物言いが結構有名な、いやいやそんなことございませんよ、あのさっぱりしたタレントさんでございますから、ちょっとニュース1個ぐらい言っときましょうかね。わかりました、はい、じゃあこちらの方ニュースですね。まずこの、はい、このニュースです。はい、ベッキー休業へマジかよ。ロックバンドゲスの極め乙女のボーカル川谷絵音さんと不倫騒動の渦中にあるタレントのベッキーさんが休業することが分かりました、うん、ベッキーさんはテレビ10本とラジオ1本のイラ出演番組を担当していますということです。はいはいはい、いかがでございますか。大変ですよこれね。いやいやいや、どうですか若槻さん。ちょっとマジで重荷ですねこれね。久々に私さテレビなんかテレビも出てねえのにラジオですげえ重いこと言うんですよ私。大丈夫ですか。大したコメントしなくていいですか。ねえ、最初でも振りがすごいなんかはっきり物事を言う若槻さんみたいな振りだったから。どう、やっぱそれなりに付き合いはないでしょ別に。あ、お付き合いはないです。はいはい、お付き合いはなくて、でもずっと憧れてた存在なわけですよ、うん、もうバリバリ私があのバラエティやってる時に誰みたいになりたいんだみたいなとこで、まあ、ベッキーさんみたいになりたいっていう目標が、はい、こう女性タレント誰しもあったわけですよ、ね、うん、ね、そこがこうちょっと今、うん、言いづらくなっちゃってるって部分は、うんうんうん、こっち女性タレント側として思うところはありますね、うん、目指してる人誰って言われた時に言える人がいなくなったんですよ。そうだね、なのでこの辺の世代だとそうだもんね。この辺の世代だとそこをちょっとどういうのが一番いいのかなっていうのは課題ではあります。そうだね、はい、誰がいいんですかね、誰っていうのがこう新人の子とか。そうなんだ、井森さんじゃちょっと上行きすぎてからね。なんかいろいろいろんなものよぎるんでダンスとか、はい、いやだからやっぱそれはさ若槻さ、えせっかくまたこうやって復帰したんだからさ、はいはい、それはみんなが目指すバラエティタレントになっていただかないと。いやいやいや、でもなんか違うじゃないですかやっぱ路線が。私まあね、たまに休んじゃうし、たまに休んじゃうしね。クソみたいなとこあるからな。誰がクソだ。そこまでは言ってないですわ別に。ちょいちょいなんか大先生って言う割にすげえ落とすんですよ。どの受け場も顔面にぶちまけた芸能人第1位の。なんかもうめちゃくちゃな気持ちなんですよ今。休業、若槻さんは休業はどれぐらいずつしてたんだっけ、はいはい、もう結構してたよね。あ、このベッキーさんの休業と被せる形ですか。そっちが別に、まあ、反省の休業ではないですよ。ないけどね。仕事を始めてキャラクター会社立ち上げて、ちょっとバタバタして、うん、人が少なかったんで、で、私が裏方もやらなきゃいけないっていう意味で、ちょっと、はい、うん、お休みいただいて、っていうのがあった。何年ぐらい。いやどうですかね、でも本当にラジオとかだと10年ぶりだし、ああそう、去年バラエティのスタジオ収録6年ぶりだし、結構もうやってなかったんですよ。ああ そ, う、はい、それで結構感覚ってすぐ戻るもん。いやね、戻っちゃうんですね。あそう、なんか本当こんなすぐ戻ると思わなかったんですよ。やっぱり芸能人の方とスイッチ入れて話しかけられたらもうそのテンションに戻りました。なんか一発目がさんまさんだったんですよ、はい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 、その時にもう不安でしょうがなくて、うん、もうさんまさんをこうテレビ越しで笑えちゃってる自分がいて、もうさんまさん面白いみたいな自分がいて、バラエティの時はその感覚はなかったわけですよ、うん、こうしなきゃいけない、ああしなきゃいけない、勉強の意味で見てたんで、でもさんまさんと去年初めてその久々にお会いして、やっぱり感覚戻りましたね。全然面白くなかったです。あそう、収録全然面白くなかった。もう緊張しかしてないんで。いやでもやっぱこう久々ですけど、やっぱりレスポンス早いし、やっぱ受け答えがやっぱちゃんとしてますから、それはその辺の辺クズみたいなバラエティタレントとはちょっと1枚も2枚も上手ですよ。ちなみにこの金清さんなんて何にも太刀打ちできないじゃないですか。いやいや、すいません、若槻さんに圧倒されちゃって、ただただ若槻さんの横からのおっぱいの膨らみを見てるっていう、ただただ痴漢のおじさん。やめてくださいよ。いや痴漢のおじさんだったんですか。金清さんだと思ったら痴漢のおじさんだったんですか。あと10分が勝負だと思ってやってますね。いやそうですか、はいはい、じゃあまあ戻るのか。じゃあベッキーもまあ戻ってくれば、まあ戻ってきたでまだそれなりにってことか。ベッキーさんは別格ですから ね, 戻ればね。はいはい、あなるほどね。石塚浩二さんの鑑定団卒業いかがですか。でも本当にあのプロ意識が高い方でしたよね。どの位置か。石塚浩二さん全然言いづらそうじゃないって。石塚浩二に関しては全然言いづらそうじゃない。会ったことないから大丈夫かなと思って。私のことも知らないだろうし。そうだね、はい、頑張ってましたよ。頑張ってんのにね、報われなかったからね。ちょっと ね, でもそうね、難しいですよね。難しいわな。次はね、ビクトリア・ベッカム、息子に恋人ができてショック。
これいかがですか。ちょっとそれニュースですか。これニュースです。そういったニュースです。あの若い子ですかね。そうじゃない、ちっちゃい子ですよね。あのバーバリーの広告とかやってた。あの子にできたんだ。現在16歳です。16歳、うん、あ結構でももういいお年なんですね、うん、ねえ、じゃあいいんじゃないですか。別にそうですよね。ベッカム、ベッカムさん、やっぱショックなんですね。奥さんはね、若月さんどういう、まあ旦那様置いといて、はいはい、どういう男性がタイプなんですか。で結局やっぱり自分の話をいっぱい聞いてくれる人がタイプになっちゃいますよね。今の、はい、やっぱおしゃべりしたいのね。おしゃべりしたいんですね。あ、そういうもんですか。成吉さんしゃべんないじゃないですか普段。まあまあそうですね。いや全然それなかったじゃないですか、さっき挨拶行った時もすごい、もう人を高倉健みたいに言うんだよ。いや言ってない言ってない、そんなそんな格上で評価してないそういう意味じゃないですよすごいな、売れちゃうとすごいポジティブ、ポジティブさすごいですね、びっくりする。そうですか、はいはい、なるほど。外見とか関係ないですか。いや関係ないですね、そんなにやっぱり、はい、結婚になるとそういうもんですか。あ、なるほどね、うん、髪の毛そうやってずっと結構金髪にしてますけど、薄毛にならないですか。あ、全然ならないです。ならないですか。めっちゃ強いんで。強いのね。めっちゃ強いです。結構髪の毛のこと毎回言われますけど、有吉さん、私の気になるんですよ。あれですか、憧れてるんですか、あの金髪に。私に憧れてるって意味じゃなくて今殺し屋みたいな名刺だから違う違う、そういうそういう私は勘違いした女性タレントじゃないんでね、そういうでも今殺し屋みたいな名刺だから覚えしましたよ。見逃したよ。お前になんて憧れてるよ、分かってますよ。それは金髪に憧れてるかっていう、金髪ちょっとね、いいなと思う。女の子って結構いろいろ髪型変えたりするじゃない、有吉さんもすればいいです。いやなかなかできないでしょ。おじさん何張り切ってんだってなっちゃうおじさん張り切ってんじゃねえよってなっちゃう